福士蒼汰のソーダスレディ。こんにちは、福士蒼汰です。梅雨の時期になりましたね。皆さん梅雨なんですけど、どうお過ごしでしょうかね。そしてドラマ弱くても勝てます、ついに最終回を迎えました。どうでしたか最終回は。弱くても勝てますは終わっちましたけど、今度はですね、好きって言いなよ映画、もうすぐ公開されますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。さて、いつもはね、だいたいここでは質問に答えているんですけど、今回はなんとスペシャルゲストを呼んじゃいました。映画好きっていうので共演した市川智博、永瀬佑、山本涼介さんです。おはようございます。こんにちは、市川智博です。あ、永瀬佑です。山本涼介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、映画好きって言いなよはですね、16年間も友人や恋人を作らず生きてきた橘メイと、まあ、僕が演じる学校一の元手を黒沢山とのラブストーリーを描いた作品なんですけど、その黒沢山との友達役としてね、3人も出演してるんですよ。はい、じゃあなんか簡単に映画でも自分の役柄でも紹介してもらいましょう。まずは市川くんからお願いします。僕から。はい、はい、僕が演じた竹村海という男はですね、まあ、大和と同じようにメイを好きになっちゃうんですけど、まあ、彼氏がいてもそこにひるまずに思いを伝える男気があったりとか、あとは過去にいじめられてたっていうあのトラウマを背負ってるんですけど、でもそれに立ち向かって克服していく強い精神力を持った男です。はい、ヒエ。お、かっこいいですね。かっこいいんです。じゃあ早速いきましょう。はい、はい。映像じゃないから、手挙げても。学校一の下ネタ男、周りからの冷たい視線を浴び続ける中西健二役をやらせていただきました、永瀬佑です。僕はですね、まあ、中学校高校のクラスに一人はいるような、なんかこう授業中にみんなをガヤで笑わせたりだとか、なんかそういう現実世界にああこの人いるいるっていうようなキャラクターを演じさせてもらいましたね。はい、ええ、非常にユニークなね、うん、キャラクターでした。3枚目だった、すごい、うん、すごくね、面白いですね。うん、涼介行きましょう。はい、いいんじゃない。いいっすか。いらないからね。ここでもします。いいですね。一応とか一応やらせてもらっていいですか。いや、涼介。はい、はい、僕が演じた立川武蔵は、まあ、普段はこう人を客観的に見たりちょっと外からいるっていうのが多いんですけど、まあ、大和のことが好きな愛子に対してはすごいまっすぐ自分の思いを伝える一途な男です。以上です。大丈夫ですか。オッケー、もう編集で作った。何なんですかそれ。はい、その僕たちが出てる映画好きって言いなよは7月12日土曜日、全国労働省です。皆さんぜひ劇場へ見に来てください。今回のソーダズラディオ好きっていいねよスペシャルトークはいかがでしたか。ゲストがいっぱい来てくれて賑やかでしたね。この続きはね、次回配信するんで、またぜひ楽しみにしていてください。質問や聞いた感想送ってください。ソーダズラディオのページの下の方に応募ボタンがありますので、そちらからご応募ください。皆さんのメッセージ待ってます。以上、福士蒼汰でした。それでは次回をお楽しみに。 See you next time.